東武3万系電車、東武3万系電車、東武3万系電車は、1996年、平成8年から2003年、平成15年にかけて150両が製造された、東武鉄道の通勤系電車。1997年、平成9年3月25日から、営業運転を開始した、低高速度交通現、東京地下鉄。 半蔵門船への乗り入れに対応した設計とされた。本校では、個々の編成を表す場合は、浅草、中央林間・池袋放船当社の車両番号の末尾に、F、編成を意味する、英語フォーメーションの頭文字を付して表記する。1983年、昭和58年から13年間にわたって486両。 導入された1万系車両の後継車両として登場した。当時計画中だった、帝都高速度交通営団、現、東京地下鉄、半蔵門線への直通運転に対応した系とされ、アルナ後期、現、アルナ車両、東急車両製造、車名変更後東京急行電鉄に吸収合併。現事業は、総合車両製作所が継承、富士重工業、現、 スバル、鉄道車両製造事業は、新潟トランシスが継承の3社で6両固定編成、4両固定編成、各15本の合計150両が製造された。なお、アルナ後期と富士重工は本系列の製造をもって、鉄道車両製造から撤退した。3万1610回3万1408回は、アルナ後期が、東部鉄道向けに製造した最後の車両であり、 3万1406回は最後の富士重工業製の電車となった。地下鉄、半蔵門線への直通運転用車両には既存の1万系列を改造して直通運転に充当する構想もあったが次世代通勤車両の計画が浮上する中で改造する費用面の問題などから本系列が製造れた。本系列では乗り入れ先のに合わせて 運転台の主管制御機に、両手操作の T 字型ワンハンドル式やイベット阻止による、VVVF インバータ制御装置を、東武鉄道の車両で、初めて採用した。東武発のワンハンドルマスコンを採用したため、1996年11月、以降の搬入から翌年3月の、営業運転開始まで長い乗務員、就職運転期間が設けられた。また、 半蔵門線との相互直通運転開始、2003年の7年前から製造が開始されているが、これは当初予定されていた1999年、平成11年度の半蔵門線、オシアン兵器演進に合わせて、東部では初採用となる和ハンドル車両について乗務員修塾を進める目的もあった。なお、最初の時点では、 ダイヤ改正による輸送力増強と休憩車の置き換え用としての申請であった。また、伊勢崎線、東部スカイツリーライン浅草引き船間など重量編成が入線できない区間があることと、西新井工場、または杉戸工場、南栗橋車両管区の設置により現在は共に、閉鎖への検査場の際に重量固定編成だと入線が不可能。 最高20メートル車8両までが限界だったが、ことから、あえて重量固定編成での製造はされなかった。その後2005年、平成17年に5万50系が重量固定編成落成。当初は、地上線専用として、伊勢崎線や日光線などで使用されていたが、2003年、平成15年、伊勢崎線の地下鉄、半蔵門線、 東急電園都市線への直通運転が開始され、計画通り本系列が直通運転に充当された。その後、2006年、平成18年に直通運転用の次世代車両5万50系の導入が開始され、これに伴い本系列の一部は直通運転から離脱し、再び伊勢崎線、日光線などの地上線専用で使用されていた。2011年、 平成23年からは東上線、お瀬せ線所属車両の ATC 化に伴う、車両回収の効率化を目的として、地上用専用編成が改造の上、東上線系統に転属している。2015年現在は、半蔵門線直通対応の20両を除き、残りすべての編成、130両が、東上線に所属している。20メートル両開き4ドア、 車体は、軽量ステンレス製功体であり、従来の頭部ステンレス車と同じく、ロイヤルマルーン色の帯を巻く。前頭部は、FRP の成型品を使用し、並列運転を考慮して、正面貫通式である。客室との敷居壁付近には、地下線内における非常用のはしごが設置してある。前小頭は、頭部では初めて HID 式を採用した。 下部にはスカートを設置したが、連結器の関係で高さを限界まで下げている。連結器は密着連結器であり、下部に並結運転用に2段の電気連結器がある。上部の122接点が本系列と1万、系列の共用。下部の37接点は本系列同士の連結用である。側面見機は1万30系に準じているが、 扉間の側窓が2連のユニット窓となった。客用ドアは高さを1万系列より 50mm、高い 1850mm としており、ドアガラスには、服装ガラスが使用されている。連結部には新たに転落防止ホロが設置された。前面、側面の行き先表示器は LED 式であり、前面には種別、行き先表示、運行番号の表示器が、 側面には従来車よりも横幅が約2倍ある大型の種別、行き先表示器がある。東部線内における半蔵門線直通列車では、行き先の右側に半蔵門線直通と表示される。当初は乗り入れ先の東急田園都市線での使用に備えて、前面に急行灯、通過標識灯が設置されていたが、その後直通先の東急田園都市線内での 全面の急行灯の使用停止に伴い、2002年、平成14年度のゾービー車である3万1611回3万1411回以降より急行灯が省略されている。客室は、ウォームグレーを基調として、ペールブルーをアクセントとした、白色系の化粧板を使用している。床材は、淡いグレーをベースに、中央通路部をブルーとした2色の柄である。本系列より、 車内の禁煙表示や消火器表示などの車内表記にピクトグラムが用いられるようになった。座席は一人分の掛け幅が 455mm の青色のロングシートとし、せずりに赤色の着席区分を設けた区分柄モケットを使用している。当初は平板なものであったが、31,603回31,403回からはバケットシートを採用した。ただし、 優先席は淡い緑色のモケットを使用している。初期車では座席端の仕切りが袖仕切りであったが、2000年、平成12年度の増備車である3万1607回3万1407回からは、使用の見直しがあり、仕切り板の大型家屋7人掛け座席部を4人、3人に区切るスタン4ポールの設置、荷棚や釣り革の高さを従来車よりも低くした。 特に優先席付近の2棚、吊り革は一般席よりもさらに低くした。また、2輪のユニット側窓の片側を固定式にしたほか、外観では転落防止ホロが大型のものとなった。なお、スタンションポールはそれ以前の車両にも後に設置したほか、優先席の吊り革は後年にオレンジ色のものに交換する際に低くした。また、 3万1615回は直通運転から外れた際に仕切り板が水色から白色のものに交換された。6両編成の2.5両目と4両編成の2.3両目に車椅子スペースを設置している。非常通報機は対話式のものを各社2台設置した。連結面はつま面窓があり、各社の両端に大型ガラスを使用した。 連結面がん扉が設けられている。天井には、車体全長にわたって冷房用ダクと吹き出し口が、中央には、ロールフィルターと補助送風機である熟流ファンが収納された製風板が設置してある。冷房装置は、東芝製のマイコン制御による集約分散式。1台の能力は1 6000キロカロリー H の装置を各社3台搭載している。 乗務員室はそれまでのグリーンの配色をやめ、ダークグレーの色調としている。運転台コンソールは淡いグレーの色調で落ち着いた色調としている。主管制御機は前日の通りワンハンドルマスコンを採用している。軽基板中央に車内信号に対応した速度計があり、両側に表示灯を右側には車両情報制御装置のモニター表示機が収納されている。 乗務員室仕切りは、客室から向かって左から、運転台背面は壁仕切り扉窓、固定窓がある。車高膜は、両方の窓に設置している。車内の客用、ドア上部には千鳥配置、交互配置で2070系で使用されているものと、同種の旅客案内表示機が設けられており、左側には種別と行き先を常時表示し、右側では自粛案内。 乗り換え案内等をスクロール表示する。ドアの開閉に合わせてドアチャイムを鳴動する。現在の自動放送装置は直通先を含めて英語放送にも対応している。このほか側面に社外スピーカーが設けられており、車掌の操作で乗降促進放送を流す機能がある。制御装置にはイベット阻止を使用した3レベル VVVF インバータ、制御。 2 0 0 0ト、4 0 0 a 方式を採用した。装置は、日立製作所製であり、1台で、定格出力1 9 0キロワットの主電動機を4台、制御する一進 4M 方式ある。主電動機は、自己通風冷却式としており、車体側面膜板部にある冷却風取り入れ口より、主電動機冷却風を取り入れる、車体ラクト方式とした。また、 東部の通勤車両では初めてて低速運転機能が採用されている。空気圧縮機 CP は当初は交流電源のレシプロ式の装置を搭載していたが2001年平成13年度製の31,610回において試験的にスクリュー式の装置が搭載されたこれは翌年度以降に落成する31,611回31,411回以降で 本格的に採用されることとなった。補助電源装置は9050系に続いて、東芝製のイベット素子を使用した、静止系インバータ、SIV を採用している。ブレーキ装置は改正ブレーキ併用の、全電気指令式空気ブレーキ、ハーダ -2 を採用した。遅れ込め制御も併用し、安定したブレーキ力が確保できる、溶化思防止装置も設けられている。 2001年、平成13年度車より、全電気ブレーキを採用した、後に既存車もソフト変更により、全電気ブレーキ化。終電装置は、交代化線に対応した、シングルアーム式である。台車は、住友金属工業製のモノリンク式、軸箱支持方式のボルスタレス台車、SS138SS038 を使用している。 基礎ブレーキには片押し式のユニットブレーキを使用し、保守性の向上を図っている。このイベット素子による、VVVF インバータ、シングルアーム式パンタグラフは、東部では初めて本格的に採用する装置である。このうちシングルアームパンタや、転落防止ホロ、車内の LED 式車内案内表示器、側引き戸の服装ガラスなどは、 同年度に落成する日比谷線直通用の2万7 0系においても採用されている。他系列との並結は、同一の電気指令式空気ブレーキシステムを有する1万系列のみ可能となっている。この場合、同系列との並結時は軌道加速度が、時速 2.5km、S に落とされる。本系列では1万系統で採用した、モニタ表示器を発展させた。 東芝製の車両情報制御装置を搭載している。このような多機能型のモニタ装置の採用は、東武鉄道では初めての採用である。主な機能は以下の通りである。登場から直通運転開始前は、伊勢崎線浅草口を中心とした地上線で使用された。4両固定編成は1万系列の2両編成と、連結して6両編成で運用されることが多かった。 2002年、平成14年、当年度増備車である3万1611回3万1411回以降より、半蔵門線、田園都市専用の乗り入れ用機器が搭載された。重量編成時に、先頭車となる、区派3万1600系、区派3万4400系の床下に、ATC、S 装置の設置や重量編成時の3号車となる。 モハ32,400型に誘導無線アンテナの設置、乗務員室に3車間対応用、列車無線操縦脇設置や、自動放送に乗り入れ先用データの追加などが実施された。その後、従来車両にも搭載改造が実施された。2003年、平成15年3月19日、伊勢崎線の引船駅押上駅間の開業と、低都高速度交通営団、現、 東京地下鉄、半蔵門線の押上駅水天宮前駅間の開業に伴い、半蔵門線と東急田園都市線との相互直通運転を開始した。埼玉県北勝鹿郡栗橋町、現、久喜市の日光線南栗橋駅神奈川県、大和市の田園都市線中央林間駅までの走行距離は 98.5km に及ぶロングランとなった。また、 田園都市線への乗り入れ開始により、東部の車両が営業運転としては初めて、神奈川県内でも見られるようになった。当初の直通列車の運行本数は、通勤準急、現在の急行が朝は4本、夕方は19本、平日のみ、土休日は、区間準急で運用、日中の区間準急、現在の準急が1時間に3本と少なく、 所要時間もかかったので利便性は高いものではなく、伊勢崎線内では、準急、現在の区間急行主体のダイヤ構成であった。2004年、平成16年当時、東部の直通運用編成は15本と、東京メトロや東急に比べて、運用編成が少なかった、東部乗り入れ対応編成は、東京メトロ25本、東急は31本ため、 本系列は走行距離の生産の関係上、東急電園都市線、半蔵門線内折り返しの運用が多くなり、日中に東武線内に入線することが極めて少なかった。前述したが、半蔵門線直通時は、基本的に編成の末尾の車両番号を2桁を揃えて使われていたが、車体広告編成は2003年下季頃から6両4両編成を、 組み替えて使用することが多いので、末尾の数字が揃わないことが多い。2005年、平成17年に本系列の後継となる直通対応車両5万50系の投入が発表され、5万1051回が同年10月に、5万1052回が同年11月に搬入された。5万1 0 1回5万1 0 1回万0 2回5万1 0 6回の 直通運転対応機器は新品だが、5万1052回から5万1060回、5万1063回から5万1065回は、本系列に搭載している機器を移設することとなり、2005年9月に3万1613回、3万1413回の機器が取り外されている。新たに、埼玉県久喜市の移設先線久喜駅、中央臨間駅間。 9 4 8トルの直通運転も加わり、早朝、深夜を除いて1時間に3本から6本と運用は大幅に増加したが、速達列車での運用、区間準急急行に変更されたため、運用編成は1本の増加のみ、13、14となった。改正後も5万50系の落成に合わせる形で、本系列からの直通運転隊を危機移設が順次、 進めらた。2009年9月時点での置き換え状況は以下の通りである。地下鉄乗り入れ編成は本系列に編成と5万50計18編成の計20編成となり、平日、土曜、休日ともに17編成が運用される。地下鉄乗り入れから外された編成は種別表示の修正、区間休行区間準急快速、 区間快速などの追加と急行、準急の削除、東上線転積後、東上線のみの種別快速急行の追加、削除されていた急行、準急の再追加、東上線にない種別の区間急行、区間準急、区間快速の削除を行い、同年12月から、宇都宮線や日光線、新栃木駅南などで運用を開始した。これにより5050 50系の置き換えが進められた。 なお、宇都宮線での運用は2007年、平成19年5月上旬に8000系に置き換えられた。また、地上運用復帰と同時に1万系列との並結運転も再開された。2008年、平成20年3月当時は、地下鉄、半蔵門線、東急田園都市線直通運用、中央林間南栗橋、区域の他に、浅草大田、 新栃木までの区間急行、区間準急や、日中の区期、大田、南栗橋から新栃木、浅草北千住、竹の塚間の普通などで運用されていた。5万50系統乗後も、半蔵門線を走行する車両では唯一、編成を6両と4両に分割できる車両である。ことから、重量貫通編成が入線できない、南栗橋、立林北へ、田園都市線。 半蔵門線からの直通臨時列車運行する際は、本系列が使用されている。以下に運行実績を記す。直通当初は、田園都市線での急行表示は赤字のみで、急行と表示されていたが、2006年3月18日の区期への乗り入れ区間に延伸及び、東武線内での急行種別使用開始に伴い、赤枠に急行と表示されるようになった。 一時期は、押上始発で本系列を使用する列車に限り、旧表示が稀にあったが、その後新タイプに統一された。2006年度からは、直通運用に使用されている編成も、車両の検査入場などに絡む短期間ではあるものの、6両編成は浅草口で、4両編成は主に宇都宮線で使用されていた1万系との並結は行われいが、 前期したように、宇都宮線での運用は2007年5月上旬に8000系に置き換えられた。2006年10月から2007年4月中旬まで31,604万回と31,404万回の車体にパルシステム生活共同組合連合会の広告が重付されていた。本系列は東部東上線には配置されていなかったが、 2011年1月26日に3万1601回3万1401回が森林公園研修区へ改装され、6月13日より東上線での営業運転を開始した。同年10月には3万1611回3万1411回が同様に森林公園研修区に転属し、同線で運用についている。前日したが、 これは搭乗線車両の改修工事の効率化を目的としたものである。搭乗線転属後は区波36,600型と区ハ31,400型は付随車、左派に改造されており、重量固定編成化されている。ただし、乗務員室の撤去は実施されていない。また、先頭車の電気連結機の撤去、床下車両情報制御装置本体の更新や、 運転台軽機類の液晶モニターか、グラスコックピット、マスコンハンドルの交換、行き先表示器や自動放送装置のプログラム変更なども実施されている。なお、250系は、主回路制御方式や台車が本系列とほぼ共通のものが使用されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。